皆さんこんにちは、大地です。今日もクラスだったんですけども、こんな質問がありました。なんかね、相手の話聞いてるだけじゃ聞きっぱなしで終わっちゃうから、このカットインというのかな、相手の話に割り込んでいこうとするとなんかこうグダグダになってくると。でだからすごくこのね、やっぱりゆっくり聞いたりとかしっかり聞くっていうのがいいんじゃないかなと。でもなんかそればっかりやってると時間かかっちゃうし、とこういうご質問ね。これね、コーチングあるある中のあるあるですよね。あるあるだって、あるある中のあるあるで、やっぱりなんかさ、このしっかり聞くも大切なんだけど、しっかり聞くやりすぎてるとすごくダラダラしたりとか、クライアントがぐる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 し始めたりとか、いろんなことが起こっちゃうんですよね。だからこの質問ね、コーチのなんか観点で本当はどうなりたいのとかね、相手の人どう思ってるんだろうみたいな質問もあるし、相手が言ったことに対して、それってどういうこととか、どうしてそう思うんだろうみたいな、僕はインタラクティブリスニングって言ってる質問もあるし、やっぱりなんか関わっていくね、入っていくっていうことはコーチにとっては絶対必要なんですよね。で僕のおすすめはこれです。まず最初は徹底して聞くと、もう気持ちよく話してもらうと、聞き切るをやって、あ、こんな関わりなんだというのをマスターしたら、とにかく相手とつながった上でどんどん質問入れていくっていう練習してください。そうするとこれは入りすぎだっていうふうになります。そしたらまたちょっと聞くと。でも聞いてるとやっぱり無駄なところとか、本当はもっとこれ聞きたいが出てくるから、そうすると上手に聞くになるわけね。上手にっていうのは、相手にいいタイミングで聞くとか、相手の気分を害さないで聞くとかね、相手が話し切ったところで聞くとかっていうふうに入れるようになる。このね、すっごい聞くのと、すごい話を聞くっていうのとね、すごい質問したりとか介入したりとかって、カットインしたりっていうのを何回かこう行き来してるうちに、どっかでこれがベストなタイミングみたいになるんですね。でぜひね、そこを目指してチャレンジしたい人はしてください。でなんかね、そんな道なかなか遠いなと思う人は、実はめっちゃ聞くで、めっちゃ聞きながら相手のことを信じてて、で最後にじゃあどうしたらいいんだろうねとか、どうしたいとかってバシッとぶつけるぐらいの指針でいくと、ぼちぼちうまくいったりするんですけど、やっぱりそれ以上のことを起こしたかったら、クライアントにいろんな視点から考えてもらうとか、喋ったことを深掘りしてもらうとかっていうことはどうしても必要になってくるんでね。要はしっかり相手の話に耳傾ける、受容するみたいなのと、何か興味関心持って質問したりとか、分かった気にならずに突っ込んでいくみたいなことと、両方の間を行き来しながら、だんだんそれが統合されていくってイメージ持ってるといいんじゃないかなと思います。参考まで一緒に頑張りましょう。それでは。